はい、ジッピーの皆さん、橋本みのりさん、おはようございます。竹内まりやです。さて、この番組の名前ピーチーとは、素晴らしいとか素敵なっていう意味があるそうですけれども、私にとってピーチーなものというと、今とっさに考えたのはですね、1980年の私の代表的な歌ですね、不思議なピーチーパイということでただのシャレダメそれ。さて、私竹内まりやのニューシングル Dear Angie あなたは負けないそれぞれの夜ですが、先日7月3日にリリースいたしました。今回の作品 Dear Angie あなたは負けないなんですけれども、これは TBS 系ニュース23のエンディングテーマとして、流れている楽曲です。今回は久しぶりに私自身の作詞作曲ではなくて、シンガーソングライターの杉正道さんのペンによる作品なんですね。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、杉さんは私の、大学の先輩で、かれこれもう40年来の親友の一人なんです。まあいわばこの業界の兄貴のような存在という感じでしょうか。彼のバンドでコーラスとオルガンを担当していたことが、私が歌手になる直接のきっかけになったということを考えると、まあ今更ながら彼との出会いは運命的なものだったのかなというふうに思います。そんな杉さんがいつもお互いの誕生日の時に電話をし合うんですけれども、私の去年の誕生日の時に、まあおめでとうということで、マリア新曲ができたから聴いてくれるっていうことで、デモをメールで送ってくれたんですね。でそれを聞いた時に、このディアンジーは本当に杉さんらしい綺麗なメロディーと、こう優しい歌詞だったので、いつかこれ私も歌いたいなというふうに言いましたところ、じゃあボックスでレコーディングしようかというような話になって、まあ1ヶ月後にはこの曲を杉さんとボックスの皆さんと一緒にレコーディングしていたという、そんなエピソードのある曲です。なんかこう杉さんらしい、こう背中をそっと押してくれるような、この歌の優しいメッセージが皆さんの心にも届くといいなというふうに思っています。それでは聞いてください。竹内まりやで Dear Angie あなたは負けない。以上、竹内まりやでした。ビーチー。 Dear Angie 向かい風